胡椒の量が足りん。耳かき半分ほど足りん。このスープは作り直しじゃ。ルシアさんはテーブルクロスの用意を、サリーさんは食器の用意をお願いします。私たちは使用人と同じで、主に雑用を任せられております。ドクターのお世話をすることはできませんが、何か気にかかることがありましたら、おっしゃってくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。それでは、私は仕事の方に戻らさせていただきます。失礼。あら、あなたが新しいドクター？私はナスターシャよ。面倒事は嫌だから、あんまり問題を起こさないでね。よろしくお願いするわ。私サリっていうの、よろしくね。
うん、よろしくね。ワインに氷を入れるのは邪道と思われるだろうがね。絞りたての原酒ならむしろ鮮烈さが際立つこともある。そうだ、聞き忘れていたが、ドクターの宗教は何かね。それはいい。ここには祭壇の間があるから、いつでも利用したまえ。では、君の洗礼名を聞いておこう。定食でもなければ、とっても覚えきれるものではないからな。
そして極めて特例ではありますが、その次、第三の席はドクターあなたです。私を担当メイドに選んでいただけないでしょうか。お目覚めですか？クリスです。朝食をお持ちしました。ございます。よくお休みになれましたか。信じてらしたのですか。この部屋にはカメラも盗聴器もありませんよ。申し訳ありません。ドクターを試すような真似をして、おかげであなたのお人柄がよくわかりました。深夜に男性の部屋を訪ねるわけですから、でもそれほど心配することもなかったみたいですね。言うべき時に言わないとトラブルの元となりますので。
そうですが。困りましたわ。そんな誤解が広まってるなんて。私も日本人のことが少し分かってきました。危機的状況に慣れていませんね。過剰に反応しながらもどこか素直に相手のことを信用してしまう。まるで子供みたいです。それだと生き残れませんよ。確実に死にます。どれほど平穏に見えても、この島が異常な空間であることに変わりはありませんから。朝食の用意をいたします。それから、今日は旦那様の健康診断をお願いしたいのですが。ものですので、これまでのカルテが保管されているはずですが。用意が済みましたら、3階の旦那様のお部屋までお越しください。Thank you.